はい、皆さんこんにちは。今日は陣内と聖書研究とお送りいたします。ちょっと光をしましょう。今日は、タイトルがですね、天で使える準備機関としての地上の生涯というタイトルでございます。天で使える準備機関としての地上の生涯というですね、そういうタイトルです。で、ヨハネの黙示録の14章13節というですね、箇所でございます。ですね、読みますと、また私は天から声が天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今から後主にあって死ぬ者は、ごめんなさい、主にあって死ぬ死者は幸いであると、御霊も言われる。しかりその人たちはその牢獄から解き放たれて安らぐことができる。彼らの行いが彼らと共についていくからである、という、まあな、これは、まあ、黙示録のね、なんだろう、まあ殉教者というか、その死に、主にあって死ぬ死者は幸いである。これ、まあ、殉教者っていうこともできるけれども、その神のためにね、生きて、そして、死んでいった。そういう、まあ、信仰者というふうにも広く解釈できると思います。そういう人たちは、じゃあ幸いなんだよと。で、なぜ幸いかというと、その安らぐことができるからだよと。ね。で、で、その人、その彼らの行いが彼らと共についていくからであるって書かれてます。で、直前の12節には、ここに生徒たち、すなわち、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける者たちの忍耐が必要であるという。まあ、黙示録ってずっとですね、こう、苦しみというか、その、なんか災害とかね、なんだろう、そういう獣が、人を殺す権威を与えられてとか、そういう話が多いんですけれども、その中で、常にですね、忍耐とか信仰を持ち続ける、忍耐を持って信仰を持ち続ける、耐え忍ぶものは幸いであるって、この繰り返される。じゃあそれらの人たちが、じゃあ死んだ時に報いについても書かれてて、ここで言う報いっていうのは、その人たちはその牢獄から解き放たれて安らぐことができるから幸いだと。そしてその次の僕は言葉がすごく心に留まったんですけれども、彼らの行いが彼らと共についていくからであるっていうね、はい、これがすごく僕、よあなんだろう、こう僕の心に響いたんですよ。で、まあ、この言葉って、そのマタイ11章28節のイエスの首輝きを追う者は平安を得、その首輝きは追いやすく、その荷は軽いっていうね、言葉があるんですけれども、その言葉をちょっとですね、思い出す言葉でもあるんですよ。で、ちょっと面白いのがですね、彼らの行いによる報酬がついていくとは書かれてないんですよ。で、僕らってですね、勝手に聖書を自分の価値観で読み込む癖がありますから、なんかここを読むと、なんかこう、忠実だった生徒がじゃあ死んだ、信仰者が死んだ時に、そのなんかその天国でなんかすごくいい思いができるとか、なんか報酬が与えられるとか、そういうふうに読み込もうとするんですけども、そんなこと一言も書いてなくて、書いてないんですよ。彼らの行いがついてくるから、牢獄から解き放たれて安らぐと書かれてるんですよ。で、文脈から考え、どこについていくかといえば、これ、まあ、死後ですよね。我々の、まあ、死というものをまたいだ向こう側の世界に何かがついてくる。で、そのついてくるものは報酬だって僕らは勝手に読み込もうとするんですけど、報酬とは一言も書かれてない。彼らの行いが死後も彼らについてくるから、だから幸いなんだって言ってるんですよ。ね。で、死後の生に私たちのこの世界での行いがついていくと。私たちはこの世界で愛することを学ばなければ、後の世で学び直すことはできないと。私たちがこの世界で許すことを学ばなければ、後の世で学び直すことはできない。私たちがこの世界で与えることを学ばなければ、後の世で学び直すことはできないんだと。すごくないですか、これ。だから我々がこの今生きているこの世界で許したり与えたり愛したりということを学んでいなければ、なんか天国に行ったら突然ですね、愛のスーパーマンになってですね、すげえ愛せる、すげえ与えれる、すげえ許せるとかじゃないんですよ。この地上でできたことが天国でできることなんですよ。だとしたらこの地上で生き、どのように生きるかってめちゃくちゃ大事じゃないですか。で、マタイ11章28節を考えると、死後に私たちについてきて、そして私たちに安らぎを与える行いとは、イエスのなさっていることを行うことということですよね。マタイ28章だと、あ、ごめんなさい、マタイ11章の28節ですと、私の首輝きを追うものって書かれてますよね。だから私から学んでそれを行うものが幸いなんだと。で、その荷は軽く、その首輝きは軽いんだよってね、書かれてるから、で、
で、イエスのなさっていることっていうのは、つまり愛すること、与えること、使えることですよね。これを現世、つまり今我々が生きているこの世で身につけておかなければ、死んだ後にそれは自分についてこないんですね。逆に言えばこれ怖いことでもありますよね。で、この世界ってですね、死者の待合室ではないんですよ。天国に行くまでの停留所でもないんですよ。私たちはこの世界でじゃあ何をしているかというと、イエスに似ることを学び続けるんです。で、その性質を持って天でも神と他者に仕えるんです、我々は。で、この期間は非常に重要な準備期間だということが言えると思います。僕ね、僕のメンターというか、もうそのお師匠さんが、ボブ・モフィットさんというね、アメリカ人の方がいらっしゃって、で、その方に出会ったことが、まあ僕の今のね、こういう活動をしている一つの大きな理由でもあるんですけども、その方がですね、ある、まあ日本にね、十数年前に来て、てくださったことがあって、そこでね、なんか若者のために彼はねメッセージをしてくださったことがあるんですよ。で、そこで彼が言った言葉が忘れられなくて、で彼が言ったのは、みんなね、あの天国で死んだ後に何すると思うってみんなに聞いたんですよ。そしたらみんなんかこう、そこにいた若者たちは、で、僕もその中にいたんですけど、なんだろう、その賛美するとかね、なんかそういう、神様と一緒にいる、ね、全部で、ボブが言うんですね、全部正解だと。だけど、もっと大事なことを忘れてるよって、天国で我々は使えるんだよって言ったんですよ。で、これ実際黙示録をそういう目で読むと、天国でその信仰者たちは何をしてるかというと、使えてるんですよ。ただただ歌ってるだけじゃないです、使えてるんですよね。で、ボブが言ったんですよ。で、天国で我々はイエスのように使えるんだけど、それを今練習しとかないと天国に行ってからできないよって。これ僕結構なんだろう、心臓を打ち抜かれるような大きな言葉だったですね、これはね。で、そこから本当に自分がイエスに似るっていうことを真剣に考えるようになり、そして天国に行ってから練習したんじゃ遅いんだということを、まあそれからずっと僕はこの人生を通して、まあ、イエスに似せられていくということをに真剣に取り組むというか、その一つの動機づけになったのが、当時その時ボブ・モフィットが言ったことであり、今朝のまあデボーションで僕が、まあ、学んだことだったんですよね。はい、ということで、まあ、ちょっと短いですけれども、今日は天で使える準備期間としての地上での生涯という、タイトルで、陣内と聖書研究とお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。